囚人、戻りました。主の前だぞ、姿勢を正せ。お前が手繰り寄せた絵にし、実に興味深い。皆社会から一方的に烙印を押され、そしてそれに抗うものというわけか。気づいているか、お前の心も彼らに触発されているようだ。社会の異端者、言うなればピカレスク、その者たちとの絆をより深めるのだ。それがお前の個性への力となるだろう。楽しみにしている。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。より一層の個性に励むがいい。そろそろ時間だな。サエさんの妹さんだよね。少し話せないかな。怪盗団のこと？明智くん？察しがいいね。鴨志田とマダラメの事例で何か共通点はないのかなってさ。被害者が出てるんだし、怪盗団のことは追及しないと。怪盗団を否定しているのに、怪盗団の実在は疑わないんですね。ああ、テレビ見てくれたんだ。真実を追いかけるのに常識が邪魔になることだってあるからね。彼らがいるって考えた方が多くのことに辻褄が合う。これ、お姉ちゃんに言われて。たまたまだよ。なんか楽しんでません？そうかもね。え？予告回答なんてフィクション。現実でやり遂げた奴がいるとしたら、カリスマ探偵なんて言われてる身としては、ライバル視するなって方が無理だろ。自己評価が高いのね。回答は悪で、あなたが正義？勝手に人の心をいじってる奴と比べれば、少なくとも僕は正義の側にいる。それに僕は自分に備わった才能を使って世のために奉仕しているに過ぎない。君だってそうじゃないの？私は。なんだ君、意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。そろそろ始まるな。じゃあね、サエさんによろしく。なんで私ばかり責められるの？こんな美味しいコーヒーが飲めるなんて。次が決まるまでいていいんだぞ。住み心地は良くねえだろうがな。いえ、寮に戻ることにしました。みんなと昨日一晩話をして分かったんです。俺は絵の世界に閉じこもっていたせいか、世間を、他人を知らなすぎたと。人間を描くならもっと知らないといけない。いろんな人と触れ合う必要があると思ったんです。まずは寮に戻って身近な人たちと触れ合うことからやり直そうと。大したもんだよ。よく自分で気づけたな。大げさですよ。またコーヒーをいただきに来ても。待ってるよ。彼も大変だったんですよね。マスターと彼は親戚なんですか？ああ、なんつうか、ただの知人だ。血はつながってねえ。立ち入った質問かもしれませんが、なぜ彼を引き取ることに？理由か。似てるからかね、昔の自分に。それだけの理由で？世の中そんなもんさ。誰かが誰かを気にかけるってのは。お前さんとこの師匠、あ、元師匠、その人だって才能を盗むって以外にお前になんか思うとこがあったんだろうよ。俺も心の底からは憎めません。俺、そろそろ。なあ、本当にいいの？え、うちなんかにはもったいないぜ。寮で俺だけが抱えているのも、後期の目にさらされるのも嫌でしょうから、何の変哲もない日常をほんの少し彩る。母もきっと
同じ選択をするはずです。そうか。じゃ、預かっといてやるよ。ごちそうさまでした。また。早かったのね。どうぞ。率直に聞くわ、鴨志田先生、それから斑目、怪盗事件の真相を教えてくれない？答えられない？そうよね、認めるわけないわよね。聞いてくれる？誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。本当なのかな？このまま続けて大丈夫だよね？どういう意味かしら。やっちまった。恐喝なのか催眠なのか、どうやって自白まで追い込むの？教えてもらえない？こんなもの証拠にならない、そう言いたいってわけね。私はあなたたちが怪盗団だと思ってる。さっきの警察が聞いたらどう思うのかしらね。警察に直に見張られるのはまずい。お前の身だってどうなるか知れたもんじゃないぜ。君が白状してくれたら、ここだけの話にしてもいい。話してくれるよね？それ認めているのと同じね。どうぞ。あのバカ、相変わらず大きな声。でもちょうどよかった。みんなにもこれ聞いてもらいたいの。お仲間のところへ案内してくれる？こうなった以上仕方ないか。あ、あ、来た。あの子、友達？どうなってんだよ。どういうつもり？彼に案内してもらったの。坂本龍二君、高牧杏さん、それから斑目の門下生だった厚生高校2年生、北川君だよね。これのことで聞きたいことがあってね。誰かが助けてやれんだったら、こっちも怪盗なんてやってねえんだよ。鴨志田と斑目で酷似した犯行手口、偶然にしては出来すぎなほどタイミングよく集まった被害者たち、疑わない方法を教えてほしいわ。君の目的は何だ？わざわざ報告しに来たのか？これから通報しますとでも？どうせ言われてきたんでしょ？学園から犯罪者を出すわけにいかないもんね。自殺とかセクハラとかは見逃すくせに。大人の言いなりに使われてるだけな。かわいそうな人。そんなこと分かってる。え？だから確かめさせて、あなたたちの言う正義を。はあ？このことはまだ私しか知らないの。正義を証明してくれればこれは捨てる。取引か。改心させてほしい人がいるの。誰だ？できないとは言わないのね。でもそれはまだ言えない。明日放課後屋上で続きを話しましょう。引き受けてくれるって前提でね。めんどくせえことになったな。迂闊なんだよ。自覚がなさすぎるんじゃないのか、龍二。なんで俺だけなんだよ。あんだって録音されたろうが。ごめんなさい。おい、どうするよ。証拠があんだよな。レコーダーか。証拠にしては不十分な気もするが、そもそも手口を解明できるはずがない。あの人のことだし、また何か罠かも。
保護観察中のこいつだけはちょっとヤバいかもな。こいつがいなくなったらきついだろう。つうか警察は俺らも勘弁。ならやるしかないか。今は素直に従っておくべきだ。痛恨のミスではあったが致命傷ではない。取り戻すしかないだろう。へいへい、すんませんした。ってことでいいんだな、リーダー。明日は屋上だったっけ。俺はどうしたらいい。なんなら潜入でもするか。目立っちゃうってば。ユウスケは外で待ってて。あの人何企んでんだろう。来ないかもって思ってた。改心させたい相手って誰なの。あるマフィアのボス。マフィア。何言い出してんだ。図に乗ってそう名乗ってるそうよ。フィッシング詐欺の元締めらしいの。最悪なのは奴らに目をつけられたら徹底的に脅され続けること。詐欺の片棒を担がされて家族まで脅迫して破滅するまで追い込む。マジかよ。うちの生徒にも被害者がいるらしいの。嘘。彼らは子供を中心に狙ってる。そのボスの名前は。さあ、わからない。彼らに脅されて誰も証言しないから警察ですら実情を把握できないそうよ。そこから調べろってこと。正義を語る怪盗団ならそれくらいやってみなさいよ。それとも明智君の言う通り正義なんて存在しないのかしら。なんかチクッと言い返せねえのか。言い負けてんじゃねえか。彼らは渋谷を中心に活動している。それだけが頼りの情報。期限は2週間。過ぎれば全ての証拠を警察と学校に提出する。私の期待裏切らないでね。完全に向こうのペースだったな。何が期待だ。くそ、上から指図しやがって。ユウスケに連絡だ。囚人学園の生徒会長ですって。誠が怪盗団騒ぎに首を突っ込んでいたっていうの。信じるも何も、あの誠がどうして。揺さぶるために妹の名前を出すなんてやっぱり大した悪党ね。いいわ、嘘を言っているかは全部聞いてから判断させてもらう。ああ、もうムカつく。しかしマフィアとは。大丈夫かな。やるにしても相手の情報が少なすぎる。犯罪に手を染めてる輩どものボスだ。パレス持ちでもおかしくはないが。けどいいチャンスなんじゃないか。どこが。超大ピンチでしょう。善人面した悪人を懲らしめても世間は俺たちを認めなかった。しかし劣気とした犯罪者を、それも警察が手を焼く大物を懲らしめれば。そっか、みんな信じてくれるかも。なるほど、あの明智にも俺たちが正義の怪盗団だって認めさせられるわけか。どうするよリーダー。おや、いつもみたいにやれりゃできる。期限は2週間だったな。あまりのんびりもできないだろう。俺はうちの学校に被害者がいないか聞き込みしてこよう。私も渋谷に出入りしてる子にその辺聞いてみる。じゃあ俺ネット片っ端から見るわ。
お前とモルガナは学校の聞き込み頼む。鴨志田の時でちょっとコツ掴んでんじゃね。我が輩もフォローしてやる。よし、じゃあ情報持ち寄って週末の金曜あたりに集まろうぜ。また連絡入れるからよ。お前まで何なんだよ、みんなのいる前で。バイトやってるけど別に普通じゃね。お前何が言いたいわけ。なんでその話あの人にしかしてないのに、よりによってお前に知られるなんて。そうだよ、おいしいバイトなんて言われて薬の運び屋なんかやっちまった。渡された封筒をコインロッカーに入れるだけ、それだけでうんまえんやるって言われたから。中身のことなんて知らなかったんだよ。なのにこんなことに。口座番号を教えたんだ。金はそこに振り込まれてた。それでその後すぐ脅しが始まった。運ぶところを取られてたんだ。金を払わなきゃ全部バラすって。というより僕にこんなこと聞いて何のつもり。バイトのことをネタにして僕にたかろうとか。そうなんだ。まあたかられたところで渡す金なんてないけどね。バイトのこと興味あるならセントラル街に行ってみなよ。僕も昼間そこで声かけられたんだ。聞きたいこと全部話しただろ。もういいよな。それじゃあ。マジかよ、全員収穫なし。下手すぎる。何も進む気がしねえ。なあ、会長さんに変えてもらわね。変えてってターゲットを？俺らの正義を見せりゃ満足なんだろ。相手選ばなきゃ悪い大人なんていくらでも嫌がんだし、生徒のためとか言って結局自分の内心のためなんだろ、どうせ。でもさ、そのマフィア子供からお金巻き上げてんだよ。絶対許しちゃダメでしょ。会長とかもう関係なくない？アンの言う通りだな。弱い者に勇気を与える俺たちの狙いにうってつけの標的だと思わないか。まるでセンスを感じない。歌ってねえとこんなうるせえんだな。そりゃあさ、なんとかできたら明智も黙るとは思うぜ。だからやるべきだ。やっぱり情報じゃねえのかな。情報の探り方からテコ入れしないと、これ以上進めようがねえぜ。誰なら情報を持ってる可能性があるだろうな。そうだよ、あの新聞記者は？マダラメの家を張ってた女。おお、いたな。すっかり忘れてたぜ。お前名刺もらってたよな。結構大手じゃないか。けど信用できんの？他に手がないからな。はい、早速連絡。あ、はい。時間過ぎてるって延長する？サービスタイム終わりだろ、出ようぜ。もったいない。とにかくあの記者からのメール待ちだな。レス来たら即連絡くれよ。